こんにちは、カワポンです。立教大学の自転車速報の更新になります。1月23日の集計の数値になります。まだ最終確定ではありませんが、1月20日の化身が出館の最終期限になりますので、大まかな情勢は決まりつつあるのではないでしょうか。集計の関係でもしこれから一気に悪かったらごめんなさい。さて、今回は新座キャンパスになります。観光学部は咲かせています。観光学科は前年比をすでに上回り 111% となっています。2022年度の志願者がかなり減少しましたので、その反動とコロナの政策緩和による影響もあると思います。交流文化は前年比 75% です。コミュニティ福祉学部のコミュニティ政策学科は前年比をかなり上回って 154% です。ただここは2023年度は定員も増えますので、そこも合わせて判断する必要があります。福祉学科はこのままいけばやや穴っ場となるかもしれません。現代心理学部は心理学科が前年近くまで迫っています。さて、新設のスポーツウェルネス学部は前年 246% とかなり上昇しています。ただここも定員がかなり増えますので、そこも合わせて判断する必要があります。それでは一旦さようなら、さようなら、さようなら。